松永久秀、戦国時代を生きた武将である三好長慶、織田信長という2人の天下人に仕えた。長慶と信長から絶大の信頼を寄せられるほど超優秀な久秀だが、戦国時代を代表する悪人とされている。イエズス会の宣教師ルイス・フロイスは次のように評している。偉大なまた稀有な天秤を持ち、博識と辣腕を持ち、腕利きであるが狡猾である。そんな久秀だが、近年では忠誠心の高い人物だったと再評価する声も多い。悪人とは真逆のイメージである。果たして松永久秀は悪人なのか忠義人なのか、彼の生涯を振り返りながら考察していく。チャプター1、10代の天才に仕える久秀。1508年、摂津の国、土豪の家に久秀は生まれる。土豪とは特定の土地を有する小規模領主のことである。久秀の出生については明確な資料が残っておらず、わからないことばかりである。彼の動向がはっきりしてくるのは誕生から20数年後のことである。1533年頃、20代後半となった久秀は三好家の当主である三好長慶に仕える。初期としての採用だった。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。この時長慶は10代前半の少年だったが、中央政権に影響を及ぼすほどの実力者だった。このお方こそ私の主君だ。生涯を捧げるべき主君だ。これ以降、三好長慶は急激に勢力を増し、将軍をも凌駕するほどの力を得ることになる。そんな長慶の下で久秀は才能を開花させていくことになる。チャプター2、大和の国を支配する久秀。久秀が三好長慶に仕えてから十数年後、三好長慶は室町幕府の将軍足利義輝を京都から追放、政治の中心地である京都を完全に支配した。三好長慶が政治を牛耳るようになった頃、久秀は重臣のポジションで長慶を支えていた。時には将軍や公家との交渉を担当し、時には武将として戦場で指揮した。やがて久秀は大和の国の管理を任され、市議三条を居城とした。この頃の久秀は大名に匹敵するほどの力を手に入れていた。大和の国は戦乱の絶えない難しい土地だ。だが久秀になら任せることができる。ありがとうございます。長慶様が天下を取って戦乱の世に終止符を打ってくださる。私はここで力を尽くすのみ。盤石かに思えた三好政権だったが、瞬く間に崩壊していく。チャプター3、三好政権の崩壊。1560年代、三好政権が力を失う出来事が立て続けに起こる。1561年、三好氏の軍城になった祖郷一政が病気でこの世を去る。1562年、四国方面の支配を任されていた三好実久が戦死する。そして、1563年、三好長慶の嫡男である三好義興が病気でこの世を去る。なんてことだ、長慶様。一説には久秀が祖郷一政や三好義興を暗殺した張本人だとされている。ただし説を裏付ける明確な証拠はなく、逆に当時の記録からは一連の不幸を受けて三好家への忠誠心をさらに高める様子がうかがえる。今長慶様を支えられるのは私しかいない。弱体化した三好政権に追い打ちをかけるように、周囲の大名たちは攻勢を強めた。今こそ三好政権打倒の好機。三好政権が力を失う中でも、久秀は周囲の大名らと戦い続けた。三好家はこんなところでは終わらない。しかし1564年、三好長慶が病気でこの世を去る。長慶様。三好長慶の死を境にして松永久秀の生涯は狂っていく。長慶様を失った今、私に何ができる。どうすれば三好家を守ることができる。チャプター4、内乱。三好長慶の死後、三好家の家督は長慶の甥である三好義次が継いだ。後継者となった義次を久秀と三好三人衆が補佐した。義次様は我らがお守りします。すべて任せてください。
長慶の早すぎる死という混乱の中での家督相続だった。そのため三好政権内部はあらゆる思惑が渦巻く混沌とした状態にあった。そんな中事件は起こった。1565年、将軍足利義輝が襲撃され殺害される、現職の将軍が殺されるという大事件であった。殺害したのは三好義継、三好三人衆、そして久秀の息子久通である。彼らがなぜ足利義輝を殺害したのか明確な理由は分かっていない。一説には三好政権を安定して運営するため扱いにくい足利義輝を殺害し扱いやすい将軍にすげ替えようとしたと考えられている。再び三好家が力を握る、義輝は邪魔なのだ。この事件に久秀は直接的には関わっていなかった。やつらめ、ついに将軍を殺したか。これでは三好を守ることはできんぞ。三好政権の内部は全く統制が取れていなかった。事件直後に三好義継らは義輝の弟である周公も殺害している。その一方で久秀は義輝のもう一人の弟である義明を殺さず監禁に留めている。今しばらくご辛抱ください。うむ。こうした方針の違いもあり、久秀と三好三人衆義継の両陣営は対立していくのである。三好政権は内部から崩壊していく。チャプター5、久秀と信長。将軍足利義輝の殺害から数ヶ月後、久秀と三好三人衆は畿内の主導権をめぐって対立し争っていた。戦局は久秀劣勢であった。私は久秀の側につく。途中で義継が久秀方に寝返ったりはしたが、対局は変わらず劣勢であった。1568年には自身の居城である信貴山城までも三好三人衆に落とされてしまう。久秀、お任せください義継様。政権は奪われることになりますが生き残ることはできます。ん？奴の力を利用させてもらう。久秀には起死回生の一手があった。起死回生のキーマンは織田信長だった。1568年、尾張の国の大名織田信長が足利義明と共に京都に入った。信長は義明を新しい将軍に擁立するつもりだった。久秀は信長の京都入りに協力しており、両者は同盟関係にあった。この俺にただ乗りするつもりか、松永久秀。うん。織田殿であればこの品の良さがわかるはずです。おっ、これはつくも神なす。同盟に際して久秀は信長に人質と名物茶器つくも神なすを差し出している。素晴らしい。いや、すんばらしい。ええ、素晴らしい一品です。茶の湯にはまっていた信長は久秀のことを一気に信頼した。その後三好三人衆は織田信長と争った末に京都から追放された。ぬぬぬ。京都は織田信長と新将軍足利義明が完全に掌握した。こうして三好政権は完全に崩壊した。三好義継は信長の家臣となり、久秀も信長の下で働くことになる。しかしあくまでも久秀の主君は信長ではなく義継だった。チャプター6、茶の湯友達。織田信長が足利義明を伴って京都に入って以降、久秀は信長の下で各地を転戦していた。金ヶ崎の戦いで信長が窮地に陥った時には地元の領主を説得して味方に引き入れるなどして信長のピンチを救っている。助かったぞ久秀。そんなこともあって信長は久秀のことを頼りにするようになる。久秀いいね。あざます。ところで久秀はあの伝説の茶釜平蜘蛛も持ってるよな。はい。くれ。嫌です。二人は茶の湯をたしなむという共通点もあり関係が深くなっていったという。信長は久秀が所有する名物の茶釜平蜘蛛を何度も欲しがったが、久秀はその度に断っていたという。何かと馬が合う二人だったが、あくまでも久秀が忠誠を誓っていたのは信長ではなく三好家だった。チャプター7、
絶望。1570年代に入ってから織田信長と足利義昭の関係が悪化。信長のこと信用できない。義昭は信長に対抗するため各地の大名を味方に引き入れようとしていた。今こそ信長を打倒する時ぞ。義昭が打倒信長を掲げて挙兵した時、久秀と義継も義昭方についていた。こうなった経緯はちょっと複雑なので説明を省くが、かなりいい加減にまとめると成り行きである。久秀はもともと信長を裏切ろうと思っていたわけではない。そんなこんなで久秀は信長と対立する立場となった。やつに恨みはないが、ここで信長を討てれば三好家再興も目指せる。だがもし討てなければ。義昭を中心として各地の大名が協力し、信長包囲網が形成された。ほっほっほ、覚悟しろ信長。しかし1573年、信長包囲網の要だった武田信玄が病にかかり急死する。信玄の死により信長包囲網は崩壊した。信玄の死から数ヶ月後、義昭は信長との戦いの末に京都から追放されている。それからさらに数ヶ月後、追放された義昭をかばったことが原因で義継は織田軍の侵攻を受ける。三好を攻め滅ぼせ。そして追い詰められた義継は自害してこの世を去る。自分の妻子を刺し殺した後に自らの腹を裂いて息絶えるという壮絶な最後だった。義継の死により三好家の嫡流は断絶した。ああ、これまでか。申し訳ありません長吉様。その後久秀も織田軍の侵攻を受けて降伏している。降伏後久秀は許されて信長の家臣となった。もう裏切るなよ久秀。もうどうでもいい。チャプター8、最後。久秀が信長の家臣となってから3年後、久秀は信長を裏切る。市議山城に立てこもり反抗の態度を取った。なぜだ久秀。信長は使者を送って理由を聞こうとしたが、久秀は使者に会おうともしなかった。そのため信長は久秀の立てこもる市議山城を10万もの大軍で包囲した。その後も信長は家臣の佐久間信盛を通して久秀とコミュニケーションを図ろうとした。久秀の説得を頼んだぞ信盛。信長様は名物平蜘蛛を渡せば除名するとおっしゃっている。こんな破格の条件は他にないぞ。悪いことは言わない。平蜘蛛を渡して降伏しろ。平蜘蛛の釜と我らの首の二つを信長に渡そうとは思わん。平蜘蛛はここで砕く。私の主君はもういない。家も滅びた。もはやどうでもいいのだ。久秀は平蜘蛛を叩き割った後に天守に火を放ち自害してこの世を去った。享年68。松永久秀、戦国時代を生きた武将である三好長慶、織田信長という二人の天下人に仕えた。彼は戦国時代を代表する悪人とされている。松永久秀の三大悪行といえば、主君の暗殺、将軍の殺害、東大寺大仏殿の焼き討ちです。これらの出来事から久秀の悪人イメージが作られていきました。ただし3つとも久秀が行ったという明確な証拠はありません。長く悪人として語られてきた久秀ですが、少しずつ評価が変わってきているようです。今日の名言。神は過去を変えることはできないが、歴史家は過去を変えることができる。次回の日本史漫画は織田軍を2度撃退した男、埼玉五一の生涯。